はい、こんにちは、ギタリストの阿部学です。今回のというかこう久しぶりですけどね、個人的解説動画というのを僕こう毎度何か手に入れるたびに撮ってるんですけど、今回はですね、フェンダージャパンの原田道也さんモデルを、紹介したいと思います。これ手に入れられた方結構いるんじゃないですかね。すごい話題になりましたからね。で、今回のこのフェンダージャパンのモデルの場合は、以前あった、USA の、まあ、カスタムショップのやつとは違ってですね、まあ、レギュラーモデルというふうなことなので、今後もこう発売していくモデルだと思うんですけど、すごい話題になって、初期ロットとかもすぐ完売しちゃいましたよね、これね。はい。で、僕も初期ロットをこう手に入れたわけですけど、予約し、もちろん僕も予約して、手に入れたわけですけど、多分予約したのかなり僕も早い方だったと思います。このギター自体がこう情報解禁になったのが多分、まあ、ちょっといつだか忘れてしまったんですけど、まあ、その日のこう昼の12時ぐらいだったと思うんですね。で、僕ちょうどその間こうレッスンやってまして、で1時に終わって1時過ぎにまあスタジオを出て、で、まあ、ちょっと車に乗り込んで止めてと。で、その時にまあちょっとこうネットをこうチェックしたら、まあ、ちょっとツイッターをチェックしたら誰かがですね、まあ、リツイートをしていて、で、あ、そんなモデル出るんだなと。で、僕は、まあ、こういうモデル、もともと欲しかったっていうのもあって、まあ、ちょっと値段もそれなりに、こう、安すぎず、まあ、高すぎずみたいな、で、こういうパッケージングギターっていうのが欲しくて、ほぼですね、実はスペック知らないで注文っていうかもう予約しまして、で、予約完了した後にどういうスペックか初めて知ったみたいな、それぐらいちょっとこう、僕も飛びついたモデルで、多分情報解禁してから僕予約するまでの時間は多分1時間半行ってるか行ってないかぐらいだったと思います。なので、なんかこう僕こう、まあ、Twitter とかこう Facebook とかやってて、いろんな方からこうメッセージとか飛んでくるんですけど、まあ、何人からか阿部さんこんなの出ましたよなんていう風にURL 付きで送っていただいたんですけども、その時にはですね、あ、もうすでに予約してますというようなこともあって、意外と僕はこう本当待ちに待ったモデルだったりとかしたんですけどね。で、10月の終わりぐらいに僕もこう、まあ、無事手に入れられて、でこう手に入れた方は僕こう知ってる方多くてですね、いろんな方のこう画像を見ることができたんですけど、今回のこのモデル、みんなメープルトップすごく綺麗ですよね。で、いろんなメープルトップのこうキルトの目っていうのはあると思うんですけど、僕はですね、まあ、こういうふうにかなり細かい目のやつを、まあ、手に入れることができました。まあ、こういうこれが回っ僕の分として回ってきたっていう感じですよね。で、まあちょっと値段が税込みで17万6千円ぐらいですか。なので、まあ、どうしてもコストダウンしてるところっていう部分はありますよね。で、それが顕著に見られるところはこのキルトトップの、まあ、この木材の、まあ、厚さなのかなと。いや、これね、厚さっていうか薄さって言っちゃってもいいかもしれないですけどね。まあ、僕はちょっとティーズギターズさんの、こう春畑道也さんに近いモデルに近いものを持ってますけど、それの場合はメープルトップ4ミリ厚なんですけど、これはですね、これミリあるのかなっていう感じですよね。なので、こう横から見るとどうやってこれ作ってんのかなと思うぐらい、割とこう、薄かったりとかするので、サウンド面には、まあ、あんまりこう、影響しないということになるかなと思います。なので、まあ、見た目的に、まあ、メープルトップを採用してるって感じですかね。でも、まあ、かっこいいですよね。こういう風な。で、色も、多分、お持ちになってる方も多分、いろいろこう、画像とか、それから、雑誌のこう写真とか、ね、それこそ春畑道也さんが持ってるネットの画像とか見て、色の感じがちょっと違うんじゃないかなというふうに思った方多いと思うんですけど、多分これちょっと違いますよね。ご本人が持ってるで、僕もちょっとそれを模したものを思ってますけど、あと見せていただいたこともあるんですけど、もうちょっとこう緑色が強くて、例えば、トム・アンダーソンとかで言うとボラボラブルーとか、まあそういう風な感じでちょっと近いような感じがしたんですけど、これの場合は割とこう水色っていう感じですよね。でも非常に綺麗な色だと思います。そして、本人と、まあ、違うところっていうのは、このブリッジが
ご本人が使っているとフロイドロールだと思うんですけど、これの場合は強盗のダブルロッキングトリモロというふうな感じになって、であとはかなり共通していると思います。これもピックアップもピックガードついてますけどダイレクトマウントですよね。でステン、これもね、ちょっと言っちゃいましたけど、これフレットもこれステンレスっぽいですよね。これちょっと詳しい方いたらちょっと僕も教えていただきたいところなんですけど、ステンレスフレットなのかなと。であと僕はもちろんプロトタイプとかっていうのを触ったことはないですけど、このネックのシェイプも一応触れ込みではご本人が使ってるモデルそのままっていう風な形でネックシェイプだったんですけど、でプロトタイプも割とこうゴツめのネックだったらしいんですけど、このプロダクトモデル結構ネックコンパクトなシェイプですよね。なんで僕もちょっとどうなのかなと思ってたんですけど、非常に握りやすいネックシェイプだと思います。本当に日本人に合ったネックシェイプだと思います。あとはこれも危惧されてる方多かったんですけど、このシバナ R で、これが一応 250R ということになっていて、でまぁ、ちょっとこう、まあ、丸みの帯びたシバンで、でフロイドローズはやっぱりそれこそこう平たいシバンをこう想定して作られてるモードなのかなと。で例えばブリッジの方のコマで調整はできると思うんですけど、こっちはやっぱり変わらないですからね。でその辺でどうなのかなというふうに思ってる方は結構いらっしゃったみたい で僕実はそこの辺であんま気にしてなかったんですけど、実際手に取ってみて全く気にならないですね。ね、割とこういうフェンダーのギターっていうのはそのローアクションにするのは割と難しいギターなのかなと思って、これも僕が普段使ってるこうジェームスタイラーとかに比べたら原稿ちょっと高くしてあるんですけど、僕ね、これね、あんま違和感ないですね。はい。なのでなかなかこうコストパ、いろんな部分を取ってみてもかなりコストパフォーマンスに優れたモデルなのかなと思います。昔の例えばこうフェンダージャパンのそれこそこう10万を切ったモデル、5万円6万円とか、まあ、そこら辺のギターを僕はこう昔知ってたの で今体制がちょっと違いますけどね。それと考えるとこの、まあ、でもすごい安いわけではないですけど17万円ぐらいでこれはなかなか大したもんだなぁと思ってたりとかします。でちょっと音なんかも出しつついろいろ紹介していきたいと思うんですけど、まあ、リアハムはこれディマジョですか。これね、ちょっとこんな個人的解説動画とか撮らせていただいてるのに、僕ね、細かい、そこまで知らなかったりとかするんですよ。なので、そこら辺はちょっとこう、ツッコミを入れながら、聞いていただけたらいいなと思います。はい。で、こういうモデルは、どうしてもこう、フェンダーだと、割とこう、トラディショナルな、こう、ギターのイメージがある中、割とこういう見た目だったりとかするので、先ほど冒頭で、リフ弾きましたけど、かなりハイゲインなサウンドに対応できますよね、リアとか特に。なかなかこういうハイゲインな音に対応してくれますよね。で、このコントロール系で、なんか僕もそんなにこのモデル知ってるわけじゃなかったんですけど、なんかいろいろこう質問されてですね、一番その注文されたのが、まあちょっとコントロールをこれ紹介していくと、まあボリューム。だからこれミドルピックアップの、センターピックアップのボリュームですね。で、これがマスタートーンになるわけですけど、これが、まあプッシュプッシュのスイッチになってまして、これを、まあ、上に上げた状態だとフロントのピックアップがオンになるということなんですけど、これをどういうふうに使うんですかとか、どういうことなんですかっていうのを聞かれたんですけど、まあ、僕はこう普通に推測で、あ、多分例えばリアの時にこれを前倒、押して上に上げると、まあ、フロントピックアップがオンになるので、レスポールとかのようなフロントとリアのミックスのサウンドが、まあ、出るんだろうなというふうに思っていたんで、それをそのまま答えて、あ、なるほどというふうなことかってことになったんですけどね。で、僕もですね、昔コッサーを使っていた時も、それから、一時期ですけどね、サー使ってたのは、それから、まあ、ティーズギターさんのこのハムシンハムのモデルとか持ってますけど、それ全部ですね、僕もこうセンターのポジションにした時に、フロントとリアになるようにしてたんですね。で、もうこれは、このトーンでそれができるというような感じになってます。まあ、ちょっとね、これ、本当に僕これ自分で今回買ったモデルなんで割と正直に言いますけど、あんまりね、明確に
音がガラッと変わるって感じは正直あんま印象受けないんですよね。で今これリアハム、まあ今ほんとここ素のクリーンの状態ですけど、まあもちろん変わりますけどね。でこれで今フロントとリアのミックスになってます。どうですかね、今クリーンの状態でこれなんですけど、割とハードに歪んでると今これリアハム、なんかそこまでなんかカラカシな落としになるって感じでもないですよね。ただ例えば今これクリーンにしてちょっとこうクランチにしてみます。で今これリアですね。で今これ、フロントとリアのミックスにしたんですけど、まあ、こういうクランチーなサウンドの時は結構合うのかなって感じですよね。例えばこうトレモロとかをオンにしてみても、こういう時にすごくまあ有効なのかなと思います。このモデル、ハムシハムですけど、割とこう、ハーフトーンとかもすごい綺麗で、今これリアハムの音です。まあ、で、ちょっとこうエフェクティブなクリーンなんか。で、これを、例えば、センターとリアのミックスなんかは結構ね、綺麗な音するんですよ。例えばこんなのを指弾きし弾いても結構いいと思います。綺麗な音するんですよ。で例えばハーフトーンでもフロントとセンターのハーフトーンとかも結構ね綺麗な音するんですよ。なので非常に汎用性高いかなと思います。で例えば先ほどの、割とこうスノクリーンでそれこそ今のハーフトーンだ。なかなか小気味いい音しますよね。もう一回弾きましょう。でそれからこういうギターの場合は割とこうフロントのハムなんかもいい音しますけどね。何もかかってないですけど、例えばまあリバーブ、ディレイとか入れて、ほっ。割と渋い音しますよね。例えば、先ほど出したちょっとクランチなんかもフロントハムで弾くと割とこういい感じになりますよね。かなり使いやすいと思います。で今回のこのギター割とこうハードディストーションでフロント出しのハムの音出してもですね、結構こうキュイキュイ言ってくれるんで、結構ねここ
これね、いい感じですよね。で、リアと、こう、フロントを使い分けてもいいと思います。例えば、こういうやつですか。とかの時にね、非常にこう、まあこれ今春畑道也さんの曲ですけど、ちゃんとそれらしい感じっていうとあれですけどね、まあいい感じにフロントと、まあ、リアの感じ、フィーリングは得られるかなと思います。で、今回のまあこれ今サウンド面でしたけど、例えばこの後藤のこれダブルロッキングトレモロって言い方ですか、ですけど、どうなんですかね。僕は昔実は、ね、割とフロイドローズ派だったんですよ。で、ジェームスタイラーを使い始めてからシンクロブリッジがすごい好きになってったんですけど、まあ、オリジナルのフロイドローズ、それからまあシャーラーのまあフロイドローズ両方使ってましたけど、今回僕このゴトネス初めてなんですけどね。で、こういうブリッジを好きな人っていうのはどうしてもこうフロイドローズ、どうなんですかね、フロイドローズ至上主義というか、まあ、あれが一応スタンダードなものだと思うので、あれがいいと思うんですけど、どうしてもちょっと僕が気になるところはこのアームの付け根、あれこうネジでこう締めていくような感じですけど、どうしてもこうカタカタ言うのはもうやっぱどうしても気になってて、でそれをこう解消してくれるようなものとかありますけど、この後藤のやつは例えば本当それこそ僕がこう使ってるこうジェームスタイラーとか、あとそれから、まあ、ティーズさんもそうですけど、後藤のこうプレートってブリッジプレートってアームこう入れてネジ回して、でそのトルクをですね、まあ、六角の芋ネジでこう自分で決めてあげるような感じなんですよね。で、これのすごくそれのいいところっていうのは、型付きがやっぱ少ないんですよ。で、これもそのプレートなので、まあそのままこう差し込んで回して、で、今言った通り、このトルクはこの芋ネジで調整すると。で、僕はですね、まあ、こういう風な感じにしてあります。こう手に持って離すと、割とこうカラン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 とこういう風にペタンと落ちる感じではなくて、こうスーッと落ちるぐらいにしてあるんですね。で、これにもともと慣れてるっていうのもあるんですけど、これがね、やっぱり僕使いやすくて、なので実は僕この後藤のブリッジ先ほど言われてるの初めてなんですけど、僕はもしかしたらこっちの方がだいぶ好きかもしれないですね。なんか非常に安定してます。で、それからこういう風な、まあ一応これも何とももちろんこれ締めてあるので、こういう風なブリッジっていうのは過激にアームかかるのもいいですよね。例えばシンクロブリッジだとこうナットのところ普通に溝切ってあるので、これ動くので下げてもあんまこう音程がブーぐらいしか下がらないんですけど、まあこれ思いっきり下がりますからね。そうするとですね、こういう風なことができますよね。で、それから例えば普通にこう弾いてもこういう風に、みたいなフレーズ弾いた時も、まあ、思いっきりかかってくれるので、まあ、これならではの世界観というのはありますよね。で、あとはですね、まあ、一応結構トラディショナルなフェンダーのパーツ類になってると思います。このペグも、まあ、フェンダーの、まあ、当たり前ですけどフェンダーのペグで、これに非常に僕好きですね。それからフレットも、まあ、ナローフレットで、割と細いタイプですよね。で、先ほども言った通り、まあ、弦高をものすごくべったべたにこう下げることはできないと思うんですけど、まあ、これが非常にスタンダードだなと僕は思ってるので、この辺はですね、あんまりこう気にならないですね。確かにこう指板の R がついてるので、6弦と1弦は割とこう高いセッティングになってますけど、このコンパクトなネックと相まって弾きやすいと思います。それからピックガードに関しては、まあ、ちょっとこうこれ多分ね、画像だと分からないですけど、真っ白なパールピックガードではなく、少しだけこうクリーム色のピックガードなんですよね。はい、まあ、これ辺も
まあ、らしいかなと思います。だからこのピックアップセレクターもこれ普通のプラスチックなのか差し込んであるだけではなくて、これ芋ネジで留めてるタイプなんですけど、僕この前これ吹き飛んできました。これなのでこれ要注意でございます。これ例えば僕もこうたまに吹っ飛んだりとかするんですけど、あのプラスチックのタイプでもあれ入れれば終わりなんですけど、これねちょっと工具がないとちゃんとくっつかないので、これちょっと要注意かもしれないですね。はい、まあ一応あとはこんなもんですか。すごいあのいつものと違ってちょっと内容が薄くなってるかもしれないんですけど、このフェンダージャパンの春畑道也さんモデル、非常にこう先ほど一番最初に触れた通り値段がこうすごい安いわけではないですけどね、でもご本人が使ってたあのモデルはやっぱり50万60万するモデルなので、それと比べたら非常にこう買い得で、でいてまあ、安いからしょうがないよねみたいな部分がこのギターにあんま僕は感じないので、そこがねすごくいいところなんですよ。なので春畑道也さんが好きな方ももちろん、こういうふうな素のストラトキャスターとは少し違うモデル、まあこれキルトトップで、こういうふうなロックタイプの、ブリッジがついてて、でこのハムシンハムでみたいな、まあこれリバースヘッドとかもちょっとこう変わってますからね、普通のモデルと比べたら。こういうモデルが、まあ、こういうパッケージが欲しい、パッケージングのギターが欲しいなと思っている方はですね、非常にいいと思います。なので僕もこれちょっと今後はですね、このボリュームをちょっとハイパスにしようかななんて考えてるんですけど、それハイパスにして、まあ、僕のこれね、メインにはちょっと僕ならないんですけど、非常にこう便利に今度から使っていこうかなというふうに思っています。というわけで、相変わらずこう、拙い喋りばかりでちょっとすいませんって感じですけど、今回はですね、フェンダージャパンの春畑道也さんモデルを、紹介させていただきました。